動画の視聴ありがとうございます。私、レック専任講師根本昭治と申します、えー。ここでは私が秋から担当する新全日専用化講座、秋生のカリキュラム紹介をしていこうと思います。このいろんな初級講座がありますが、私の講座、最大の特徴は何かっていうと、こちらです。自分のライフスタイルに合わせて、いかようにも使える講義になっています。具体的には、こちらの配信自体は、 配信日ににほとんどの講義多くの講講義義多くがすすぐに見れますそのため学習始めからいきなりがっついていくってこともできるし長い期間をかけて学習するということもできるようにしています。具体的にはこちらは春から講義をしているものそれを秋から配信するような形になっています。 冒頭の科目の多くのものが一気に聞けます。余裕のある方は、いきなりどんどん進めましょう。そして、進めていくと、こちらなんですが、配信から始めて、次の本試験、間に合います。時間のある方は、これを使って次の試験を一回狙ってみる。 でこれがもしダメでも次の試験で確実になっていくこういうことができますまた、うん、ちょっとそこまでギュッとは勉強できないよという方はここから始めて通常通りじっくり講義を聞いて間に合わせるそういう方法もありです置かれてる環境下いろいろあると思います今はゆっくりだけど今はね時間取れるけどあとはちょっと忙しくなるよっていう人もいれば今ちょっと忙しいけどあと少し楽になるんだと いろんな方のいろんなニーズに応えられる通信講座になっていますでは具体的なカリキュラムを説明していきましょうはいまず冒頭では全体構造講座えこちら全科目というよりも主に民法を中心とした周辺科目の基本を学んできますこの後出題が多い四科目これを学習していきます そしてその後に、出題数は少ない、でも落とせない科目、大きく分けると4分野あります。これをやっていきます。そして最後に、ブラッシュアップ編というものがあります。これは、この4つの科目、四つの科目の細かいんだけど出てしまうという論点や、全部を見ないとわからないという分野、そういうのをまとめているのが、このブラッシュアップ編というものです。 よく出る分野そうでもないけど落とせない分野よく出る分野の細かいところこういう形でカリキュラムが作られていますそして試験を受ける年試験を受ける年の1月からは基本的には模試と復習になりますこれが模試まあテストと思ってください1週間に1回行われるテストこれに合わせて皆さんは 本試験の過去問演習をしていくんです過去問演習をしてテストで確認過去問演習をしてテストで確認ということをしていきますまたその間では期日対策ということも20回時間をとってしっかりやっていきます4月以降です4月以降になるといわゆる模試テストがずっと続きます 範囲指定がないテストが、こちら、このように続いて、本試験となってきます。これが、この新全日制評価講座、空きの全体像となります。えちなみに、こちらの方なんですが、よいしょこちら、えー、こちらの上の講義、まあ、全部というわけではないんですが、多くのもの、7割、8割は私が担当します。なので ゼロベースから最後まで私による一貫指導が可能ですここまで聞いてああいいかなでも全部通信なのかというふうに思うかもしれませんいろんなところでフォローをつけておりますまず学習方法を悩ませないこの科目こういうふうに勉強しようとかこのあたりでこの復習をしよう といっったもの,の指示を一個一個個やっていきますまた、復習をしようではやらないのは分かってますので、具体的にちっちゃいちっちゃい小テストもやっていきます。また、次のところえ。こちら。担当講師が直接質問、担当します。オンライン SP という制度があります。まあ、メールみたいな機能だと思ってください。こちらには、私が担当して答えています。 また、こちらは学習内容だけなく、いろんな学習相談等もやっております。ちょっとここまで遅れたんだけど、どうすればいいとか、今回のテスト、何てなんだけど、どういう勉強がいいですかそういった対応もしております。通信といったところで、引き目を持つ必要はありません。私の方が全力でバックアップしてきます。他にもいろんな特徴があります。ぜひ本校もしくはガイダンス等で この全日制音楽講座探してみてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。